負けねえぞ気仙沼、復活させようっていう心意気、話の中に感じられるだけで強い人たちだなと思いますし、気仙沼の酒蔵さんも頑張ってんだっていうのを、ね、伝えていくことでね、次につながっていけばいいなと思いますよね。